ドゥドゥドゥーン、橋本道場来ました。今日は新シリーズ、 YouTuber 一般人がプロの練習をしたらどうなるかっていう感じのプロ練習をやってみたシリーズです。今日はあの橋本道場、とてもすごいたくさんチャンピオンがいます。強い選手ばっかりいるので、その強さの秘密は何？やっぱりそれはトレーニングですね。そう、そのプロ練習のトレーニング、それを体験していきたいと思います。 Roll the intro。 What's up everybody? Welcome to Family Time。 朝日ジェイスポーツのクリズムで一緒にやればじゃあ、ケースケ一緒に練習させて、うちはこんなだよっていうということで、宮本ケースケ選手体験コーナー、体験コーナーです。プロの練習をどれくらいまでいつもこういうのができるか、はい、いいか、指導お願いします。まあ、初めに歩きシャドルで歩きシャドルやっと見てから、あ、ロープがない。Okay, so shadow boxing first, then battle ropes, then montage time. And we go to montage time right now. これから各自でちょっと筋トレの、 練習らしいですね。なのでもうちょっと時間が経ったら、プロみんなと一緒に練習するシステムなので、筋トレ、Let's do this。取り手は短い。元は動きを筋トレは。一緒に練習する感じでいいよ。はい。タイトルは、なおかん、ロスタイム。どこから来た、ここまで行った、戦中
練習何回 GO 晴れ雨休み雷ごきげんよう、ごきげんよう。どこまでこれ分かってるの、結果は永遠触れてみろ、てみろ、そうそう、左からパッパッマイ、イエス、レッツゴースリップスマイル、レッツシュー、どこどこ、あのどこ、まだここ、スキロー、ボコボコ、見えてるから大丈夫、疲れてないよ、上、下、タイトリッツ、掛け返してみろ、落ち着いて、スピードイコスパワー、大事だろう、打つこと決めてみろ、先輩後輩いつもありがとう、ティーム環境尊敬しろ、メモリーズいつも一緒にいるよ、絶好調ライムまだ光ってるよ、チームライフ最高、負けない態度諦めないの、このファイト Never gonna die no Bring life pride Get it right yo ブテブテちゃんと超あるからいいね、 Hungry でも絶対顔出せない、毎日練習やばい、スパーリング大体下がらない、追いかけてもう満タイ、死んでない、 Don't be dead Don't be dead、 顎引いて引いて攻めろ、パンチでビート掴む成功、日本語でも英語関係ない根性、価値は価値、俺たち工業、 Any kind of tempo Let's go Rhythm 環境新曲音上がろう、ムハマダリー歌え、イノキーパーレクシュラー、あとごめんなさい、どうも、これから最後はフィニッシュ、フィニッシュ追い込み、家は心がある場所ね、夜中でチーム俺たち故郷育ち、Heart here forever どこまで行かれても Memories never die 生きてる Still alive Gym like psycho 負けない態度諦めないのこのファイト Never gonna die no Bring life pride Get it right yo ちゃんと動けよ、4月27日、橋本悟選手、今日お疲れ、練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。このすごい迫力のある練習でした。今後の試合、レブルズ55で鈴木伸二と決まっていますけれども、応援してくれるファンに一言お願いいたします。僕は細かい技術とかはないんですけど、橋本道場で一番面白い試合できると思うんで、応援よろしくお願いします。面白い試合を見たい方、今すぐチケットゲットしてください。同じくレブルーズ55、浜本キャットと試合が決まっている安本春人選手、今日は練習お疲れ様でした。ちょっと応援してくれるファンに一言お願いいたします。橋本道場で安本春人です。今回の試合は猫退場するので、応援よろしくお願いします。皆さん応援しに来てください、よろしくお願いします。 Here we are 宮本ゲスト選手、この間インタビューありがとうございました。次のノックアウト、大阪5月3日高橋亮選手と試合が決まっています。はい、応援してくれるファンに一言お願いしたいんですけど。そうですね、お願いします。はい、2回目の遠征で、はい、大阪、向こうは大阪の選手でドアレーなので、で多分向こう応援団すごいと思うんで、はい、それをひっくり返して、
派手な KO をして会場を盛り上げたいと思うんで応援よろしくお願いします。 KO 宣言出ました。皆さん楽しみにしてください。5月3日ノックアウト、派手なノックアウトするんで、派手なノックアウト。どうもありがとうございました。今日練習させてくれて本当にありがとうございました。ありがとうございます。最後に橋本会長から、うん、今動画を見ている皆さんにプロを目指しているアマチュア選手、プロを目指しているアマチュアと、プロになったばっかりの選手とかにメッセージいただければすごい嬉しいんですけれども、いやアマチュア選手頑張ってほしいけど、プロとか言わないで まずはアマチュアで頑張ればいいと思います。アマチュアイコールプロの登竜門じゃないと思うから、あ、はい、うん、やっぱりねアマチュアでの選手がいるからみんなアマチュアのプロになるじゃなくて、その場の目標で自分はいいと思いますけどね。あ、はい、夢砕くつもりで言ってるんじゃなくてね、はい、うん、でプロになっちゃったらもうそれはプロだから、プロとしてしっかり練習して、お客さん喜ばせる試合ね、勝っても負けても、それにはほらスタミナなくちゃ、技術もそうだけど、お客さん喜ばせられないんで、それしっかり練習してください。以上です。はい、今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。見てくれてどうもありがとうございました。皆さん、このチャンネルの他の動画、それも全部見てください。Yes. そしてそのいいねボタン、それもスマッシュしてください。そしてその登録ボタン、それもスマッシュしてください。最後まで見てくれてどうもありがとうございます。皆さん、これからも練習頑張ってください。We'll see you again soon! Bye bye!